歴史資料とは、歴史を考察する際に必要な資料。資料と同義に用いられることも多い一方。資料は、より競技に用いる場合がある。およそ以下の5つに大別できる。新聞、雑誌、文学なども含め、文字によって記録された文献資料絵画、写真、漫画、地図などの図像資料映画、録画、録音などの映像資料、音声資料遺跡、遺構、遺物、人葬、 異物方眼層、人骨などの広古史料風俗、習慣、伝説、民話、歌謡など伝承された民族史料文献史料は歴史学研究における根本的な史料であり、我々は歴史的事件や人物に関しての詳細を文献を通じて知ることができる。ただし、以下の点に注意しなければならない。当時の人々にとって重大で書き留めておかなくては、 ならないと意識された、事象、事物のみが記録され、すべての事象が記録されるわけではないこと。特に、あまりにも日常生活に根ざして語るまでもなく、当然しされていたような事象、事物が記録されず、記録されたとしても廃棄されてしまうケースが多いこと。時代を遡るほど、著述、編纂外生者層、体制側、知識階級、有力者側、成人男性、 都市住民に偏る傾向があること。それゆえ、時代が古くなればなるほど、庶民、女性、子供、地方の実態は掴みにくい傾向が生じる。また、掴み得た情報も著述、編さに携わる階層の価値観を反映したものになりがちである。記憶違いによる誤記や写本として流通する過程で、生じる誤射、また、記録、 著者の過程で作為による改変なども考えられること。それゆえ、歴史事象の究明のためには、文献資料を互いに付き合わせて、資料批判や文献学的な検討を行うだけでなく、絵画や写真などの図像資料、考古学的発見によって得られる遺構、遺物などの考古資料、長い間伝承されてきた、風俗、習慣、伝説などの民族資料も視野に入れた論考が必要である。 ドロイゼン・ウェルンハイム、英国社会史の著者で戦後は、トロ遺跡調査会委員長も務めた、今井俊樹東京大学教授は、歴史学研究法の中で、歴史資料内史資料の概念に含まれる相対の資料は、非常に多く、また内容的にも極めて複雑であるとしており、すべての文献公秘伝説のみならず、悲鳴、異物遺跡、風俗習慣等、一般に、 過去の人間の著しい事実に証明を与えうるものは、開始料の中に入るのであると述べている。最近では、2003年改定の高等学校学習指導要領を、日本史 B では、資料を読むという単元が新設され、学習指導要領解説における当該単元の解説として、雑誌、新聞等も含めた文献、絵画や地図、写真等の画像、 映画や録音などの映像、音声資料、日常の生活用品も含めた異物や遺跡、景観、地名、収俗、伝承、言語など様々なものが歴史的資料となりうるとして、歴史資料には様々なものがあり、生徒にはその多様性を理解させるとともに、なるべく多くの種類の資料に触れさせ、それぞれの資料特性を考えさせることを学習活動とするよう規定している。 このように古くから最近まで歴史資料の多様性については指摘されてきたのであるがこうした異種雑多な歴史資料の性質については様々な分類の試みも行われている。例えばプロイセン学派に属するヨハン・グスタフ・ドロイゼンは異物、資料、記念物という分類原理を提示している。ドイツの歴史学者エルン・ストベルンハイムは 泥以前の示したカテゴリーの基本線に沿って、以下のような歴史資料の分類を試み、その特質を解いている。A 直接の観察と、思い出 B 報告、伝承公費かよ物語、伝説、理言、逸話など、記録金石文、警府的記録、管理表、年代記、電気、回送録、公開場、新聞、私館など、画像、地図地図、事件を示す、絵画、 彫刻など、C 遺物残留物、競技の遺物、人骨、発掘物、建築物、言語、風俗習慣、儀式、制度など、事務的性質を持つ文書類、記念物、記念のための造形物、ある種の文書など、もちろん、ドロイゼニア、ベルンハイムの分類も、また相対的なものであり、実際上も、その適用区分は曖昧なものである。 しかしながら、この、異物と、報告、伝承という両文原理は、異物と証明、物的資料と陳述資料あるいは文字的資料というふうに、様々な用語が使われながらも、その後の多くの歴史研究の方法論において広く、採用されてきたのである。佐原真によれば、考古資料を特に文献資料と比較した、際の特質として、以下の書店を掲げている。 文献資料には作為を含む非事実が書いてあることもあり、誤字や誤りも起こり得る。それに対して、考古資料は無口だが、基本的に嘘をつかない。どんな破片であっても、基本的には本物である。古い文献ほど、中央側、体制側、有力者側、男性に偏る傾向がある。それに対して、考古資料には偏りがなく、平等である。発見や、 発掘調査によって、考古資料そのものがどんどん増している。自然科学の発達と、その提携とによって、花粉化石、細胞化石、寄生中卵、脂肪酸、DNA、放射性同位体の割合など、目に見えない、考古資料も増加している。道路建設などの開発行為によって遺跡がどんどん減少している。考古資料の洪水の中で、 考古資料全体を把握している人がいない。腐ってしまう有機質遺物や何度も居直される。制動儀、鉄器など、考古資料は全体から見れば残らないものの方が多い。若森太郎の柳田国夫と歴史学によれば、民族学の祖と言われた柳田国夫の問題意識と関心は、実は常に歴史学と歴史教育にあったことが記されている。本書では柳田が、 長野県東地区間郡教育会で青年と学問と題して講演した際に自分たちの一団が今熱中している学問は目的においては多くの歴史家と同じ。ただ方法だけが少し新しいのであると述べたことが紹介されている。そして日本はこういうフォークロアに相当する新しい方法としての歴史研究を成すには大変に恵まれたところであるとしている。例えば、 ヨーロッパでは千年以上のキリスト教文明と民族大移動。そしてまた、近代以降の機械文明の進展のため、フォークロアの多くが消滅ないし散逸してしまっているのに対し、日本ではそのようなことがなく、現実の至るところに多くの痕跡が残っているというのである。この民族資料のある言葉を初めて用いたのが柳田国夫であった。言い換えれば、 日本にはフォークロアを歴史資料として豊かに活用できる土壌があるということであり、日本民族学はこのような民間伝承の歴史研究上の有効性を前提として構築され発展してきたと言える。柳田はまた、郷土生活の研究法の中で在来の私学の方針に則り、今ある文書の限りによって、 強度の過去を知ろうとすれば、最も平和幸福の保持のために努力した町村のみは、無歴史となり、我が国の農民史は、一気と災害との連鎖であったごとき、印象を与えずんばやまぬこととなるであろうと述べている。ここでは、文献史学においては、転居とする資料そのものに、偏りが生まれるのは避けられないとしており、それゆえ、 公文書などに示された一期や災害と関わる民衆の姿をそこで確認できたとしても、その生活文化相対は決して見えてこないという認識が示されている。常民の生活文化史の解明を目的とする民族学にとっては文献資料にのみ拠することには限界と危険が伴うのであり、それゆえフィールドワークによる民族資料の収集が重要だと論じているのである。 資料といった場合、広古資料及び民族資料を含めないことも多い。今井沢良旧石器鉄造事件が起こってしまった。今日では、ただし、鉄造がない場合という正し書きが必要になってしまった。ある意味では、誰もが基本的には本物のはずとみなしていたことが、この事件における事態の悪化を招く要因になったとも言える。その意味で、 この特質は単に考古資料の優れた点のみを示すだけでなく、その扱いの盲点、留意点をも端的に示している。若森柳田、ありがとうございます。